お待たせいたしました。林千勝先生の動画はもう皆さん結構見ていると思います。で、林千勝先生のこの陸軍の称賛のYouTube 見てきた方いらっしゃいます？あ、これは今日はやらないので、もうこちらだけ2時間半たっぷりお願いいたしましたんで、あとこれは動画は最初の30分しか YouTube に流せないプレミアム講演会なので、皆様今日の幸運を後でしみじみ感じてください。私はもう林先生と出会ったのは2015年だから、昭和27年の10月頃だと思うんですが、よかった、撮ってないで撮ってるよ。もうかれこれ2年半になるんですが、この対米英乱戦争終末促進に関する副案っていうのはもう本当ね、最初に知ったのがこれなんですよ。これが今からですね、15年前ですね、15年前にこの太平洋に消えた正気っていうので、この太平洋乱戦戦争終末促進に関する副案があるって聞いて自分調べたんですけど、これを作った秋丸次郎って人があれなんですよ、これは東條さんに戦争を諦めさせるために作ったって言われて、なんだやっぱりそんなガセネタかと思ってたんですが、歴史を調べるとそんなはずねえだろう、こんなものがあってね、諦めるはずないだろうと思って調べたのがきっかけで、今から2年半前にもう自分で調べなきゃダメだと思って100万円かかってでも調べ抜くぞって決意を決めたら、これが神様があれこの私の目の前に出してくれたんですよ。だから自分にとってこれ100万円の価値があるんですね。100万円の価値があるんですよ、はい、これでちょっといいですか。それで、ね、これをわざわざ船橋まで講演会やるって聞いたんで、船橋まで会いに行ったんですけど、その時に意気投合しまして、そしたら俺もまた何ですかね、思ったことそのまま口に出ちゃうんで、今度私企画しますんで講演会やってくださいって言ったんですよ。そしたらいいよって言ってくれて、よろしくお願いしますって後で考えたんです。あ、やべ、俺人望ないから誰も集まらなかったらどうしようと思って、こんな先生を呼んどいて二人っきりだったらどうしようと思って、恥かかくの嫌だから、その場で、すいません、今の話なかったことにしてください、僕はちょっと人望ないんで人一人も集まらないかもしれないんで、今回の件はすいませんって言ったら、その時は二人で飲みましょうよって言ってくれたんですよ。素晴らしいですよね。それでもう YouTube で皆さん見たと思いますが、一昨年の11月の講演会はそれで、前の講演会はそれで実行したんですね。でその後林先生と仲良くしていただいて、自分の中でもうモヤモヤが取れたんで、ね、気持ちよい気分でいたら、いやいや井田さん、まだまだ奥は深いよっていう話をされて、何ですかっつったら、この F ミマロ、この F ミマロってこの A 上層軍でコミンテルに騙された人ですよねっつったら、ね、ニヤーって笑ってなかなか教えてくれないんですよ。もうそっからのモヤモヤでいろいろ細かくで少しは聞いたんですけど、そのうち本出すからって2年間待って出たのがこれなんです。でこれの講演会だっていうんで聞きに行ったら、半分陸軍の称賛で半分これなんで、また俺その場の勢いでこの辺は野望とさせずだけ講演会してくださいって言ったのが今日の講演会なんですね。だから自分のズンズンしたのおかげで皆さんね、聞けないことを聞けたということなんで、林先生に感謝した後で俺にもちょっとありがとうちょっと聞けるとやった価値があるんで、ぜひお願いします。それでこれなんですが、今日出版社の人に直接電話すれば安く買えるよって言われて、林先生に言われて今日買ったんですよ。これ2300円プラス税だから2500円近くかかるんですね。これはもう赤字覚悟で今日2000円で売りますんで、赤字の部分は自分負担しますんで買ってください。で自分を持ってる人はお友達に買って、お友達に、自分の信頼するお友達に読んで、ぜひ歴史の真実を知る人を増やしてください。林先生はこの絵踏み今のの出来外装の木の上に子供の頃小屋を作って遊んだらしいんですね。
んで大人になってからはそこに真実の小屋を打ち立てるという気概でやってますので、皆様はぜひご協力をお願いいたします。それでは林先生よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。イムさんありがとうございます。いつもなんですが、これイムさんこのまま1時間やってもいいですよね。僕はその後でポイント全部言われちゃいましたから。本当今日顔見知りの方もすごく多くてですね、寒い中本当ありがとうございます。初めての方もたくさんいらっしゃるんですが、ちょっとどう進めるかだけちょっとイメージさせてください。この本もう読まれた方ちょっと手を挙げていただいて、わーたくさんいらっしゃいますね。ありがとうございます。こっち読んでいただいた方、ありがとうございます。すごいたくさんいます。ありがとうございます。実はこの本出てから大体2ヶ月経ったんですけども、で今日5回目なんですね。で今田さん今お話あったように、主催者の方からでもこっちの方前半やってくれよっていう声がすごい強かったもんですから、前半を講演会の前半こっちやるとですね、大体時間がなくなってくるんですね。そういう意味では今日はこれフルスロットルね、おっしゃる通り、ただ2時間半って今初めて聞きましてね、2時間で確か言ってたような気がするんですが、力の限り頑張りたいと思います。それでですね、あとね、内緒なんですけども、こっちの出版社に内緒なんですが、ちょっと撮ってますけど、こっちの本を要約したのがこっちに入ってるんですよ、実は40ページぐらい。でもこれ買えば足りるんですね。これみんなに言ってください。これでもね、冗談じゃなくて実は大事な話で、こっちの本いろんな真実が書いてあるんですが、こっちの本がどういう位置づけかっていうことがこっちの本なんですよ。つまり日米開戦の真実の大きな、より大きな背景をこっちで説明したんですね。そういう位置づけなんです。だからこれの真ん中あたりにこれが入ってるわけですね。でこっちの話ちょっとだけします。位置づけで関係あるから。こちらの本は読んでいただいた方分かるように、日本は無謀で、無計画で侵略に暴走したと戦後言われてるわけですが、それはもう全く間違いだっていうことを実証してるわけですね。で陸軍省がシンクタンクを作って、2、3年前から秋丸機関地シンクタンクを作って、どうやったら対英米に対することができるかという研究を行って、で勝つ可能性のある、勝ち得る戦略を立てたんですね。でその戦略は一言で言うと、南へ行って石油取ってパレンバーですね。で西へ行ってですね、大英帝国を封鎖すると。でアメリカは当時戦争やる気なかったですから、でフーバーがルーズベルトがそれでも陰謀を仕掛けてるってことで盛んに言い立ててるんですが、世論は圧倒的に共和党側、フーバー側でしたからね、という背景があったので、日本は南へ行って西へ、皆さんがこっちですね、西へ行ってイギリスをまず陥落させればアメリカも戦意がね出てこないという戦略、絶対に真珠湾ミッドウェイガダルカナルをやっちゃいかんっていうのはこの本ですね。でその研究に陸軍は共産主義者、共産主義系列の学者をいっぱい使ったわけですね。でリーダーは有沢博美って言って、治安維持法違反で逮捕されて検挙されてた人がリーダーだったんです、ね、でそこで疑問は、本当に共産主義者たちは日本を勝たせるために研究したんだろうかというのが大きな疑問だったんですね。これ書いてありますから。もう一つは、西へ行くはずが東へ行っちゃったと。これなんでかっていうと、もう皆さんご存知のように、米内光政、それから長野治美で山本五十六のラインですね、これが真珠湾、ミッドウェイ、ガダルカナル全部主導したわけですが、なんで彼らはそんなことしたのかっていうのも疑問なわけですね。で西へ行くって戦略は陸軍が中心になった研究がベースですが、海軍と陸軍で一致して決めたんですね。で長野治美は東京裁判の検事局の尋問で、西へ行くのが合理的で正しかったって証言してるんですよ、ね、でも東へ行った、なぜかが分からないってことがこの終わりに書いてあるんですね。で私はここで一つ怖いなと思ったのは、この動機は分からないけども日本が勝ち得る戦略、あるいは言い換えると日本が戦争を始める、陛下がこの戦略があるなら戦争を始めるのも仕方がないと思われたわけですね。その作った戦略を作った学者たちと海軍の米内、長野、山本一族の大将たちがもしつながってたらね、一つのグループだったら怖いですよね。わかりますよね。
日本を戦争に向かわせる。陛下自身は昭和16年9月外交一本でやれって言ったわけですね。だけども勝ちうる戦略があったから日本は開戦を決断したわけですね。リスクはあるけど決断した、ね、座して死を待つよりは決断した、ね、でその戦略があったから日本は戦争したんですが、でもその戦略を壊したわけですね。一言で言えば海軍のね三将軍はね、その作った人と壊した人がもしね同じグループだったら怖いですよね。私の言ってる意味分かりますよね。それが私懸念だったんです。これ大きな疑問として出したんですね。でそれが見えてきたんですね。学者たちと海軍の将校たちは一本の太い線でつながってたんですね。もっと言い方変えると扇があって金見に近いところに米内も長野も山本もいて、金見の近いところにさっきの学者有沢広美とか牢山正道とかいたんですね。金見にいたのは彼です、近衛文麿。これ本当なんです、実証できますからね。近衛文麿とその海軍の将校たちは密接ですし、もう一人あの風見明っていう官房長官共産主義者も主役ですけど密接ですし、さっきから牢山の正道とか有沢広美っていうのはまさに近衛文麿のシンクタンク、ご存知ですね、昭和研究会ね、あれの主要メンバーですから、わかりますね。そこなんですよ。だからそのことについて、動機でねこれは研究をし、そしてより大きな全貌が見えてきたということなんですね、ということなんです、この位置づけは。ただ冒頭言ったように無謀で無計画で、日本は戦争侵略始めたってのは全く嘘です。勝ち得る戦略だった、ここを抑えなきゃいけないところで変に自虐的になることはないわけですね。でこのことは私大変ありがたいことに一般の皆さんもご理解いただいたし、自衛隊の方々もすごくご理解いただいて賛同していただいておりまして、自衛隊の部隊の方々からこれ読んだとかね、それから上司の方々が周りに進めていただいてるとか、だからこの間私川野統合幕僚長の方々と何時間か一緒だったんですけども、幕僚長も統合幕僚長も秋丸機関ってご存知だし、南へ行って西へ行けば勝てたというご認識を持っていただいてましたんでね、よかったかなと思いますね。ただ そこで終わらないっていうところが今日の話なんですね。ですからぜひお付き合いいただきたいと思います。それでですね、今フーバーの回顧録っていうのはこの夏で出てですね、今もそうですがかなりブームになってるというか浸透してきてると読まれた方も結構いるんじゃないですかね。読まれた方やり裏切られた自由、ありがとうございます、フリーダムビトレードですね。で裏切られた自由っていうのは何が書いてあるかっていうと、僕がさっきちょっと言ったようにアメリカ第一次世界大戦の経験があってもともと戦争やる気全くなかった、ね、ヨーロッパの戦争だってやる気全くなかった、ね、勝手にドイツとソ連がポーランドを分割してりゃいいじゃないかと、ね、で独裁者同士が潰し合えばいいんじゃないかということが主流だったんですね。でそれをルーズベルトがフランスとかイギリスとけしかけてヨーロッパの戦争を大きくして、でもそれでもねヨーロッパでいくらイギリスが巻き込まれたってアメリカ関係ないと、ね、アメリカ独自でその防衛体制を整えて、そして自由と民主主義の国として繁栄すればいいんじゃないかっていうのが世論だったんですよ。でフーバーもそうだったっけ、共和党もリンドバーグもそうだったんですね。だけども ルーズベルトは戦争を仕掛けたってしょうがなかったと、でどうしてもソ連を応援したってしょうがなかったっていうことを共和党側は気づいててです ねお互い大キャンペーンで大キャンペーンを張ってたんですけどね、張って、戦争と平和の戦いがアメリカで始まったわけなんですけども、ルーズベルトの周りって共産主義者がいっぱい入り込んでたんですね。でこれはベノナっていう本があって戦後証明されてるんですが、ルーズベルトの政府に何百人とか一説によると何千人っていう共産主義者が入り込んでて、でアメリカの政治をですね戦争へとでソ連支援へと向かしたわけですね、あるいは中国共産党支援と向かしたわけなんですが、このルーズベルトが果たした役割、つまり共産主義者を政権体制の中に大量に入れると、こんなことアメリカで初めてですね、歴史上ね、こういう類のことはね、
と同じ役割を果たしたのがこの FM マロなんですね。共産主義者を政権の中枢に入れてる、だから体制の中に入れてる。この FM マロがいたゆえに、ね、日本の官界とかマスコミもそうだし、あるいは政権の中枢、政界に彼の力が引き寄せたって非常に多い。現に登用してるわけですね、閣僚に、共産主義者ね。ですからあんまり言われてないんですが、大きな視点で見るとルーズベルトの果たした歴、アメリカで果たした歴史的役割とこのエフィマロが日本で果たした歴史的役割ってかなり似てるんですね。動機は違いますけどね、動機は違いますけど。で、大東亜戦争、大東亜戦争で東京裁判、東京裁判士官というのは、これはあの克服しなきゃいけないんですけども、あのニュンベルグ裁判を習ってこういうふうに言うシナリオですね。日本の一軍のね、軍国主義者たちが満州事変前かな、前から陰謀でね、陰謀団になって日本が世界戦略するべく国を導いたというシナリオですね、ナチスに疑してね、という裁判なんですけれども、ね、そんな陰謀団ってないですよね、実際なかったと。でご存知のように菅も拘置所で初めて顔を合わせたっていう人たちもいるわけだ、被告の中でね。そうですよね、内閣もコロコロ変わったし、だから日本でそんな陰謀団、一貫した陰謀なんか絶対ない。ですが、ですが、もし我々がね、戦争の裁判、我々主導で今70何年も経っちゃったけども、やるとするとですね、陰謀団あったんですよね、あったんですよ、あのシナ事変以来、日米開戦まで導く陰謀団が確実にあったんですね。それはコネフィンマロとその周辺の共産主義者たちです、間違いなく。で彼らは亡くなったのもいますし、戦後生き延びてるわけですね。その陰謀団の実像を描いていると。で共産主義者たちを中心とする陰謀団なんですけども、それを利用したんですね、コネフィンマロはね。コネフィンマロは利用したんです。なぜ利用したかというところを今日深くやっていきたいと思います。ここまではいいですかね、大体ご理解いただいてありがとうございます。それからですね、これはあのコネフィマロの実は伝記でもあるんですね、伝記でもあるんですね。コネフィマロの伝記であり、かつ大東亜戦争を見直そうという本なんですね。であのコネフィマロってどういう人かっていうことでね、本題に入る前にちょっと象徴的なイメージをいくつかいきたいと思うんですけども、まずはコネフィマロってあの明らかに反皇統、反天皇だったんですね。ね。で、これはあの書いてありますけども、例えば少年時代から明治天皇がその実家に行幸するのにね、あの迎えに行かないとかね、あえて反抗してとか、それから父親が中学校の時亡くなるんですが、ね、で彼が継ぐんですね。その時自業位かなんかいただくんですけども、その時にも皇居に行かないんですね。バカバカしいって言って、そういう人間なんです。それをもう表に出すわけです、初めから人生の彼のかなり最初からね。それからよくこれ記録残ってるんですが、普通っていうか陛下の前に行ったら当たり前だと思うんですが、重心も直立不動ですね。こうですね、これ陛下だとしますよねあ、この辺にいらっしゃると思いますね、いらっしゃるとしますよね、間違いなくこうですよね。で椅子は一応用意してあるんですけども、これ形だけですよ、ね、絶対に座らない、でこうまさにこうですよ、あるいはこうもう緊張してねというのが当たり前なんですが、この辺踏まるどうだったかというと、これ椅子ありますよね、陛下いらっしゃるんですが、まず座るんですよ。でお尻がちょっとこう浅くかけてね、で必ず背にもたれるんですって。でここからです、これ足組むんですってこれ本当の話です。でこれだけじゃなくて足組み替えるんですって。これはそういう態度取る必要もないのに取ってたんですね。でまあこれはあの親しい家だとかね、それだけの陛下との距離が近いっていうようにみんな穏便には表現してますけども、全くそんなことする必要ないわけで、多分心の内、彼の心の内っていうのはそういうのの激しいなんか情念みたいなのがあるんでしょうね。そうせざるを得ないということがあったんですね。それから2番目、そんなコノエですが、
大変紳士の気性があったんですね。頭いいんですよ、情報収集もしててね。で、例えばどういうことかっていうと、ベルサイユ講和条約に西園寺って元老に連れられて言ってるんですね。若い頃ね。そうするとヨーロッパの第一次世界大戦終わった直後ですかね、ヨーロッパの事情を見てるんですね。そうするとね、これからは何ですかね、プロパガンダ、とにかく国と国の争いもプロパガンダとだってことを掴んでるわけですね。第一次世界大戦もそうだったわけですよ。イギリスとドイツでね、ドイツこんなに残虐だとかね、いろんな主張をマスコミで流してプロパガンダ戦争だったんですね。で、そういうことを担う機関って日本になかったか、なかったですから、帰ってきて早速ね、岩永っていう人を呼んで作らせてるんですね、通信会社ね、日本のプロパガンダ機関、そういうことをやってるんですね。で、その通信会社どうなったかっていうのはちょっと後で詳しく言いますけども、結局日本もそのところ、その国際通信になるところがなかったわけじゃないんだけど、ロイターの傘下にあって、完全にね、ロイターの傘下でも、そこから出した独立のものを作んなきゃいけないってことでこの世をやった。それから昭和9年に息子をアメリカに留学させたんですが、アメリカの高校にね、その卒業式に出るという口実もあり、アメリカ渡米してるんです。貴族院議長のコネ・フリマロが昭和9年に渡米してるんですね。で、個人の旅行なんだけども、もうすごいね、全権施設みたいな扱われ方で、首相以下が送迎したりね、港でね、もう大々的に行ってるわけなんですけども、でそこで彼はアメリカのルーズベルトとかね、いろんな人たちと会ってるんですね。これも後で詳しく話しますけども、でそこでも彼はかなりいろんなことを見聞きして、自分のものにしてると。で、国内向けもこれからプロパガンダだってことを掴んでるんですね。で、帰ってきてですね、彼何やったかっていうと、NHK の改革やってるんですね。 NHK の改革やったんですよ、ラジオ放送のね、これからラジオ放送で、 NHK っていうのは当時四極制で割と独立的だったんですが、その一極集中統制してですね、情報統制した体制に作り直したんです。で、彼自身が総裁になってるんです、 NHK の総裁に。で、このフィマロっていうのはその時から、昭和20年までずっと NHK 総裁だったんですね。で、 NHK は会長っていうのがありますけども、それよりも総裁上なんですね。で、自分が総裁になった上で、この本ですね、聞いてる方いると思いますけども、帯めくっていただくとこういう写真が出てくるんですね。ね、で、これはコネ・フィマロの画像、顔がしっかり写ってると同時に、ここにマイクロフォンがあるんです。からこれ原稿があるんですね。これ首相としてのラジオ放送なんですね。プロパガンダですね、最先端です当時。今で言えば、ね、ネットですね。ですから昭和10年とか11年頃から、あるいは12年からですから、当時フル活用してたっていうのは世界で3人で、ルーズベルトとヒトラーとコネフィンマロなんですね。まあそういうことですね。すごく紳士の気性があるってことですね。それからコネ3番目、権力好きですね。権力好き、覇権好きで、ヒトラーのこと非常に好きだったんですね。これは娘の結婚式の 前夜、一族が集まって仮装パーティーをやってるんですね。で、貴族趣味ですけどね、貴族趣味ですけど。で、娘っていうのは細川首相がいましたね、元首相ね、そのお母さんですね。お母さんの結婚式、近衛の娘で細川元首相のお母さんの結婚式で、ヒトラーの仮装をしてるんですね。で、非常にこの演説、方向する演説、自分にはできないことっていうことで憧れてたようですね。それからソ連の共産党組織とともにナチスというものを非常によく研究してたし、研究させてたということです。で、当時はまだユダヤ人虐殺の問題って出てない前で、ヒトラーというのはドイツを復興させた英雄ではあったんですけども、独裁者ですから、日本の国体にしてもとんでもない
話なんですけれども、まあ、ヒトラーのに扮したと。でこれが表出ちゃったんですね、実は当時ね。で、週刊誌等で取り上げて大変問題になったんです。第一次近衛内閣首相になるちょっと前の話ですね。もうそういうこと書く、そういうことですね。でついでにいきますと、これ三国同盟結ばれた直後ですね、敵外装って荻窪にある大きな屋敷、自分の屋敷の庭、今もありますよね、この道あるんですけども、公園になってまして、これあのナチスっていうかヒトラーと同じ服装ですね、まあ、こういう人ですね。それから派遣好きのところでいきますと、これですね、あのコネって月がすごく好きだったんですね。で自宅ある邸宅の浴槽をわざわざ改装させて、当時曇りガラスだったんですよ、お風呂って。まあ、当然ですけどね、それ全部透明のガラスにして湯船にこう浸かりながら満月を楽しんだってですね。で家の人たちは、女性の方なんか外から見える懸念があり嫌で嫌だったんだけど、透明のガラスに変えさせたと。でその満月って何だって言うんですよね。でこれですね、この世は我が家とぞ思う望月のかけたることもなしと思います、ね。で、コネ文麿、皆さんはもうお分かりだと思いますが、藤原氏の直系ですね、藤原氏の直系の末裔である。で彼自身ですね、それをすごく自覚してまして、コネ文麿であると同時に藤原の文麿なんですね。でその印鑑もすごく大事にしたんですが、これ陽明文庫って言いまして、藤原氏の宝物とか文物を集めて保管してあるところなんですね。でこれをコネ文麿が作ったんです。昭和、12年、13年、14年、15年ぐらい、2棟あるんですけども、品字編竹縄の頃ですね、贅沢は敵だって言われているところの時なんですけども、大変贅を凝らした部材で作られてるんですけども、でここでの一番のその自慢の宝物っていうのは国宝になってますが、藤原道長の日記なんですね。関白藤原道長の日記で、彼はすごく道長をやっぱり意識してたと思うんですね。ですからもう、陛下にも近いし、富も莫大な富も持ってると。で国民の人気もものすごく強いと、大きいと。で貴族院議長で、もう次期首相と言われ、かつ首相になり、何でもできる。でも彼が一つね、野望を持ってる場合に、次は何かっていうと、これですね、この世は我が世とぞ思う望月の欠けたることもなしと思いますね。でその時何が彼にとって障害になってくるのかっていうことなんですね、はい。それから5番目、コネ文麿は命大事ですごく臆病だったんですね。でちょっと風邪ひいただけでもね、寝て大事を取ってるんですが、例えば国家総動員法っていうのが国会で揉めてて、本当は首相が出て説明しなきゃいけない局面も風邪で寝込んだし、だから品字編が昭和12年の7月に始まってるんですけども、7月の下旬から8月上旬にかけてかな、一番大事な時も寝込んでるしとかね、自分の内閣の末期ですね、昭和16年の8月9月ぐらいかな、これも寝込んでるしですね。まあそうやって重要な局面を避けるっていうこともあるし、すごくね、自分の命っていう健康を大事にしてる。飛行機も乗ったことないって言うんですね。一度も乗ってないらしいんですね。それと要するに反天皇なんですよ、反国体なんですよ、本心はね。でもそれを見破られたら命危ないですよね。ね、やられますね、井上日照とかね、やられますよね。だから515をやったような人たちとかやられますね。ですから彼は例えば515事件の実行犯であるとかね、を取り込むんですよ。あるいは井上日照暗殺団の人たち取り込んで自分の家に屋敷に住まわせるんですね。で味方に、さも味方にしてるんですね。それから226の
容疑のある方々もその赦免しようとするんですね、首相になってから。わかりますね。でも絶対にその皇統のためとか、例えばその天皇機関説に、反天皇機関説の立場ではないんですよ。だけどもそのなんていうかな、自分の本心が見破られた時に自分に攻めかかってくるであろう本当の中、本当のその愛国の人たちね、は非常に恐れてたわけですね。でそれ取り込んでるんですよ、ということをやってるわけですね、前々からね。わかりますね、わかりますね。小内さんの屋敷に住んでたんですよ、その暗殺団のボスが。本当の話で、五一五の実行犯が住んでた、住ませたんですよ、ね、ということですね。それから彼の非常に特徴なのは裏切りですね。彼の人生において特徴なのは裏切りですね。いろんな人たちをやっぱ駒として利用してたと、ね、で利用、特に例えば共産主義者たちの人たちがそうなんですけども、で利用して、で、例えば共産主義者たちはそのスターリンの指示で日本を戦争に持ってって敗戦革命を起こして日本を共産主義化しようとしたんですね。だからその途中まで彼は使ったわけです ね。だけどもその後ソ連じゃなくてアメリカが進駐してくるってことを早くからこの世を読んでましたから、途中からね、自分は共産主義者ではないと、むしろ共産主義者に騙されたんだとね、騙されたんだと。でアメリカが進駐してきた時自分は親米派だと、でマッカーサーの下で自分は覇権を取るんだという心づもりだったんですね。だからさっき出た庫内上層文という上層文では、自分は散々共産主義者を利用してシナ事変を拡大して日米開戦に持ってったんですけどもね、だけどもそうじゃなくて自分は騙されただけだって書いたんですね、庫内上層文に、ね、ということを昭和20年の2月も戦争末期に天皇陛下に、まあ、上奏し報告してるわけですね。ですから共産主義者たちを使い捨てたわけですね。ね、日本を戦争に向かせて敗戦させるために共産主義者を使ったんだけども、自分は騙されただけだって言って彼らは売るわけですね。ね、でここは彼が裏切ってるわけですけども、でいろんな共産主義者たちは裏切られたってことを自覚するわけですね。そうするとちょっと先取りして言っちゃいますけども、アメリカが進駐してくるわけです。でマッカーサーは知りませんから、詳しい事情ね。この辺と会って。コネってコスモポリタンだと何でもよく分かってると、で自分と一緒で反共産主義者らしいと、コネ頼りになると、ね、で新しい憲法もコネ作ってくれって頼むんですよ、マッカーサーが。本当の話で、昭和20年の8月、終戦直後の内閣って東国内閣ですが、コネ副首相だったんですね。東国内閣って実質コネと、だから朝日新聞の面々の内閣だったんです。でその次が秀原、だけどこれタイミング間違えたら第4次近衛内閣だったんですね。第4次近衛内閣だったんです。GHQ それでいいっていうところまで行ってたんですね。でそれを軌道がひっくり返したんですが、でもそんなことは許さないってやっぱり共産主義者たちは思ったわけですね。それで昭和20年の10月頃から近衛は暗転していって、朝日新聞とかね、アメリカの新聞からあいつが戦争、この絵が犯人なんだと、戦犯なんだってことをマスコミでどん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 やって、この追い詰められていって戦犯指定になったんですね。まあ、だからその裏切り、彼の人生の特徴って一つ裏切りですね。彼自身も裏切ってるし、いろんな人たちからその報いを受けてるということなんですけども、実はその彼の人生の生い立ちから終わりまで書いてあるんですけどね、彼の死ぬ瞬間を見てた人もいるわけなんですね、そういった一連の中でね。これ詳しく書いてありますけども、例えば彼の秘書とかね、牛場智彦さんっていうのは昭和9年アメリカに行きましたよね、この絵ね。その時から秘書になってるんですよ。でずーっとこの絵と一緒で、でも死ぬ時も隣の部屋で見てたって言うんですね、聞き抜いたって言ってね、記録残ってますからね。松本重治という人と牛場という人が隣の部屋にいたわけですよ、ね、12月のシーンとした中で隣の部屋にいたんですよ。で聞き耳立てたの。そしたら青酸カリどうも飲んで音を全く立てずにスーッと亡くなったって証言してるんですね。
でこれはそんなことないんですけども、ないってことが分かるんですけども、牛場さんってコネが本当信頼した秘書ですよ。牛場さんって昭和9年にある人から紹介されてコネの秘書になったんですが、牛場智彦ってその時何やってたか、彼イギリスに留学した後、あ、ここで近くで太平洋問題調査会っていうところの事務局にいたんですよ。太平洋問題調査会っていうのは、太平洋問題調査会って聞いたことある方ちょっと手を挙げて、あ、皆さんよくご存知ですね。これはもともと環太平洋地区の文化交流とかね、を目的にした団体なんですが、途中からロックフェラーが入りましてね、資金支援して、これはもう1950年代でアメリカではっきり委員会で証明されてますけども、で共産主義者の基地にしたんですね。共産主義者の拠点にしたんです。でそこの事務局長だったんです、牛場智彦って、ね、でその人がこの絵の秘書になったんです。で冷静に見てるわけですよ、この絵のこと。昭和9年から昭和20年亡くなるまで、これ何を意味するかということですね。そうなんですね。でちなみに我が国の外務省もこの国際連盟から脱退した後、ね、この国際的な舞台の場で訴える主張する場がないので、太平洋問題調査会を主催する太平洋会議っていう国際会議を利用してね、で外務省も力入れて、松岡洋介なんかもそこで日本の満州の権益は正しい正当だって訴えてるわけなんですけども、でも太平洋問題調査会にそういう場じゃなくなってないわけですよ。共産主義の巣窟になったわけですね。でその太平洋問題調査会に関わってたのが尾崎おつみとかね、それから白洲次郎とかね、それからコネの長男の文孝もそうですよね。西園寺、元老の西園寺の孫の西園寺金閣とかね、それは全部太平洋問題調査会ですね。だからコネ自身も知ってて息子を送り込んでるんです。わかりますね。これどういうことかっていうと、コネは自分もアメリカに行ってるし情報いっぱい入ってるわけですね。彼はロックフェラー国際金融資本を利用できると思ったんですね。あるいはその流れに乗って自分の野望を実現できると明らかに思ってるんですね。でも国際金融資本側もうまくコネの中に入り込んでるわけですね、身近なところにね、と言えるんじゃないかと。でコネが駒だったわけですね、彼らにとって。わかりますね。でその終着駅が昭和20年12月16日のこの絵の死去だと思うんですね。でそれを見てたのが松本茂春っていう人と、この絵の秘書の牛場智彦っていう人なんですね。わかりますね。でもうちょっと話しますけど、ちょっと小柄になってくるかもしれませんが、ここ大事なので、この絵はだから利用しようとしたんですよ、国際金融資本形をね。あるいはそのスターリンとか共産主義者たちの大きな動きを利用しようとしたんですね。だけどもこれはまた彼らのうまい駒だったんですね。わかりますね。でその終着駅のが20年12月16日の彼の死なんですね。でこのうちの登場人物なんですけども、例えばコネを支えた一人に松本、さっき言った松本茂春っていう人がいたんですね。でこれはさっき申し上げました日本独自の通信社を作りたいということで岩永っていう人が作ったんですが、そこの上海の支局長だったんですね、松本茂春っていう人。で戦後はジャーディ・マセソン商会の顧問ですからね、顧問弁護士。それから国際交流会館、ロックフェラーの施設ですね、六本木にある、ここのこれを作ってそこの専務理事になった方なんですけども、この松本茂春っていう人はね、上海にいた時に、ね、ロイターから独立する通信社を作ったはずなんですが、ロイターのフロアに曲がりしてね、NHK に北京の、ね、報道機関曲がりしてるようなもんですけどで曲がりして、でまさにね、ロイターと親しくなってるわけですよ。いろんな情報交換ですけども、ね、流してるわけですね。それからケズイックっていうね、ケズイックっていうね、これも国際金融資本と非常に親密になってるんですね。
ケズウィック家って初めて聞いた方いるかもしれませんが、まあ、後ろにあのロスチャイルドが言われてジャーディ・マセソン商会のオーナーです、ね、だから松本茂春っていうこの絵のブレーンにして、で、日本の通信社の重要人物がジャーディ・マセソン商会と一体だったんです ね。それからこのジャーディ・マセソン商会と一体だった人間に白洲次郎っていうのがいまして、お父さんがこれ助けてもらったんですけどもね、あのジャーディ・マセソン削り危険にね、白洲次郎自体これはちょっと噂なんつあんまり録画しない方がいいかもしれませんが、じゃあここで切ってじゃあここまでね、ここまでね